タレントの長島和茂が16日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系、はとりしモーニングショー、月曜から金曜、午前8時を欠席した。司会のはとりしアナウンサーからは欠席について説明はなかった。パリ五輪期間中は連日、スタジオに生出演していた長島。8月の、欠席、は毎年恒例で2年前の2022年は8月に、 夏休みで4週連続休んだ。昨年8月も3週連続で欠席しており、今回も夏休みと思われる。